体重測ります。 85.9。 トマトジュースダイエットでも始めるか。はい、まこです。今日からね、私3日間トマトジュース生活をやっていこうと思います。こちらのチャンネル、食いしん坊による食いしん坊のための食に関するチャンネルとなっております。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。というわけで頑張るにゃー。おはようございます。トマトジュース生活1日目、本日は伊藤園の理想のトマトを飲んでいこうと思います。1日この1本ぐらい 900ml を飲めたらいいかなって感じで、いただきます。こくりこくりこ。理想のトマトはね、トマト臭くなくてすごく飲みやすいフルーティーなトマトジュースになっております。これおすすめでございます。ごく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 、ごく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 、こくり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 、いいんです。ごちそうさまでした。はい、こんばんは、まこです。やっぱね、運動しなきゃ痩せないということでランニングしてこようと思います。じゃあね。はい、走り切りました。3キロを20分ぐらいかけて、汗ダクダクです。トマトジュースね、腹持ちがいいですね。明日も頑張ろうと思います。喉がガラガラです。じゃあの。パジャマ姿でおはようございます。2日目朝ごはん、本日はですね、カゴメトマトジュースを飲んでいこうと思います。本日これ一食ということで一気に飲んでいきますよ。いただきます。ごくりごくりごくりごく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 、ごちそうさまでした。というわけでね、今日も一日頑張っていこうと思います。またじゃんそ。はい、髪を切りました。はい、まこです。2日目3キロランニングしてこようと思います。頭がね、寒い。走ります。3キロ走り終わりました。私ね、ランニングしながら堤恭平さんのプレイリストを Spotify で聞いてるんですけれども、今回のねプレイリストがね、ジュディ・ヨングさんの見せられてからの、和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなたで、最後に太田裕美さんの木綿のハンカチーフというね、この名曲がずらっと並びまして、堤恭平さんの曲はベースラインがやばい。皆さんも YouTube で聞いてみてはいかがでしょうか。というわけでまたじゃんそ。おはようございます。3日目朝ごはん、今日はね、デルモンテの食塩無添加トマトジュース、こちらをいただいていこうと思います。いただきます。今日の食事これのみ。こくりこくり、思ったよりも飲みやすい、もっとドロドロしてるトマトジュースかなと思ったんですけれども、ごく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 、ごちそうさまでした。ということでまたね。3日目今日も走ってこようと思います。はい、3キロ走ってきました。ということで明日の朝体重を測りまして終了になります。じゃあまた明日。はい、ということで昨日でですね、3日間トマトジュース生活終了いたしました。4日目の朝になります。今回なんですけれども、私トマトジュース3日間約 900ml を飲み続け、その他ご飯は取っておりません。これだけでね、腹持ちどうなのっていう話なんですけれども、空腹感をあまり感じることなくですね、過ごすことができました。腹持ちに関してはトマトジュース、私ととても相性がいい食材だったんじゃないかなと思っております。で、いつもですね、皆様に報告しております、私のウンチョス情報なんですけれども、ウンチョスの方がほぼほぼなくですね、残念な結果に終わりました。ヨーグルト生活の時であったり、アイドル水生活の時はもう何回もね、お通じがあって、胃腸の中全部なくなるんじゃないかしらっていうぐらいね、お通じの結果良かったので、今回のトマトジュースについても期待を持っていたんですが、あまり私のお通じにはこの3日間で改善はございませんでした。おそらく今日4日目以降ね、固形物を食べることでお通じは出てくるとは思うんですけれども、3日間お通じがないというのは多少気持ちが悪いなと思いました。というわけでね、最後に皆様の方で気になっている体重何キロ減ったんかいというところなんですけれども、体重測ります。 82.2。 今回ですね、 85.9 から82.2、マイナス 3.7kg ということでダイエット結果、まあ、今のところ 82.2、最近では一番低い数値になっておりますので、一日だけ、今日だけね、チートデーということで寿司とか食べさせていただいて、また明日からね、次なる3日間生活に取り掛かって、年内中に 80kg 切ろうと思います。ということで皆さんも楽しいダイエットライフを。というわけでまたじゃん。そっぱい。
キンブロッコリーの完成。はい、まこです。私3日間チキンとブロッコリーを食べ続けたら体重はどうなるのかという検証をやっていこうと思います。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。というわけで頑張るにゃお。